ネオは新しい、リシックはスペルは間違ってないかな。石って意味だ。それでは話をタークピン古墳に戻そうか。この古墳の中には通路が一つと三つの部屋があって、貴重な資料として注目されてるんだ。遺跡泥棒とは混同しないように。泥棒は中のものを無断で持ち出してしまう。誠に遺憾だが、ここも考古学上または民族学上大いなる危機にさらされてるんだ。悪い奴が大勢いるよ。実はこの中に黄金の棺が埋められてるという伝説があってね、それを盗み出そうと至るところに穴が掘られて惨憺たる状態だ。その中で第三の部屋だけが幸運にも無傷で残り、今日に至って完全な形で、愛してる？発掘されたのは関係者として非常に嬉しいことだ。何か質問は？じゃあ今日はこれまで。次はマイケルソンの第4章と第5章をやるからね。私水曜いないよ。木曜に出てくる。木曜日ですね。先生の授業が一番楽しいわ。さようなら。ねえ、スーザー、何か食べに行かない？いいお店見つけたの。ネオは新しい、リシックは、スペルは間違ってないかな。石って意味だ。それでは話をタークピン古墳に戻そうか。この古墳の中には通路が一つと三つの部屋があって、貴重な資料として注目されているんだ。洞窟とは混同しないように。洞窟は中のものを無断で持ち出してしまうことだ。誠に遺憾だが、ここも考古学上また民族学上大いなる危機にさらされてるんだ。悪い奴が大勢いるよ。実はこの中に黄金の棺が埋められてるという伝説があってね、それを盗み出そうと至るところに穴が掘られて惨憺たるありさまだ。その中で第三の部屋だけが幸運にも無傷で残り、今日に至って、完全な形で、発掘されたのは関係者として非常に喜ばしいことだ。質問はあるかね。じゃあ今日はこれまで。次はマイケルソンの第4章と第5章をやるからね。私は水曜はいないよ。木曜に出てくる。ネオは新しい、リシックはスペルは間違ってないからね。石って意味だ。それでは話をタークピン古墳に戻そうか。この古墳の中には通路が一つ、それから三つの部屋があって、それが貴重な資料として注目されているんだ。洞窟とは混同しないように。洞窟は中のものを無断で持ち出してしまうことだ。誠に遺憾だが、ここも考古学上また民族学上現在大いなる危機にさらされているんだ。悪い奴が大勢いるよ。実はこの中に黄金の棺が埋められているという伝説があってね、それを盗み出そうと至るところに穴が掘られて惨憺たるありさまだ。その中で第三の部屋だけが幸運にも無傷で残り、そして今日に至って完全な形で、発掘されたのは関係者として非常に喜ばしいことだ。質問あるかね。それじゃあ今日はこれまで。次はマイケルソン、この第4章と第5章をやるからね。私は水曜はいないよ。木曜に出てくる。残念だよ。一度はこの手にしたのに。どうしたんだ？やられた。ベロックに聞きたいか？いや結構。あれもこれも全ては博物館のために、遺物保護国際協定を守りながらやったことなんだろ。素晴らしい像だ。取り返せるよ。彼はあれをマラケシュで売りに出すはずだ。2000ドルあればこの手に戻る。それより今日は君に客を連れてきたんだ。ほらこれを売ってもいい。これだって大変な値打ちもんだ。いいんでいい。
力説しなくても君のものならいつも通り博物館が買うよ。マラケシュ行きの旅費ぐらいにはなるだろう。それより大事な客がお待ちかねだよ。誰だ。陸軍情報部だ。君のことに関しては何から何まで知ってるよ。要件は言わんがね。情報部が僕に用だって。僕何したんだ。残念だよ。一度はこの手にしたのに。どうしたんだ。やられた。ベロックに聞きたいか。いや結構。それもこれも全ては博物館のために遺物保護国際協定を守りながらやってことなんだろう。素晴らしい像だ。取り返せるよ。彼はあれをマラケシュで売りに出すはずだ。2000ドルあればこの手に戻る。それより今日は君に客を連れてきたな。ほらこれを売ってもいい。これだって大変な値打ち物だよ。いいんで。力説しなくても君のものならいつも通り博物館が買うよ。マラケシュ行きの旅費ぐらいにはなるだろう。それより大事な客がお待ちかねだよ。誰だい。陸軍情報部だ。君のことに関しては何から何まで知ってるよ。要件は言わんがね。情報部が僕に用だって。僕は何をした。残念だよ。一度はこの手にしたのに。どうしたんだ。やられた。はっ。ベロックに聞きたいか。いや結構。それもこれも全ては博物館のために遺物保護国際協定を守りながらやったことだろう。素晴らしい像だ。取り返せるよ。彼はあれをマラケシュで売りに出すはずだ。2000ドルあればこの手に。それより今日は君に客を連れてきたんだ。なあほらこれを売ってもいい。これだって大変な値打ちもんだよ。おいインディ、力説しなくても君のものならいつも通り博物館が買うさ。マラケシュ行きの旅費くらいにはなる。それより大事な客がお待ちかねだ。誰だ。陸軍情報部だ。君のことに関しては何から何まで知ってるよ。要件は言わんがね。情報部が僕に用だって。僕は何をした。噂は金々聞いてますよ。ジョーンズ博士。どうも。考古学の教授でオカルトの権威、それに何て言いますかな、貴重な古代遺物の収集家だ。よくご存知ですね。まあどうぞお楽にしてください。ありがとう。あなたは実に多彩な方だ。シカゴ大学でレイブンウッド教授に指示なさったそうですな。ええそうです。教授は今どちらにいらっしゃいます。アジアに行かれたという噂ですけども、もう10年もお会いしてませんから、ちょっとその意見の食い違いがありましてね。うん。今日の要件は極秘事項なので、どうぞそのつもりでいていただきたい。いいですよ。実は昨日の午後、うちのヨーロッパ支部がドイツ軍のカイロ・ベルリン間の無線連絡を傍受しましてな。その前にちょっと。2年以上も前からナチスは特別考古学チームを編成し、世界中の宗教遺物を漁りまくってるんです。ヒトラーがその道に入れ上げましてな。今やオカルトの亡者だ。現在その特別チームはカイロ郊外の砂漠で何かの古代遺跡を発掘中らしいんです。これがその情報なんですが、我々素人には何のことかさっぱりわからん。タニス開発進行中、ラーの杖の冠を入手せよ。アブナー・レイブンウッド US。 あいつらタニスを見つけたんだ。何ですかそのタニスっていうのは。ああタニスの町には失われたアークがあると言われています。失われたアーク。10回を収めた箱だと言われる契約の箱のことですよ。10回とはモーゼの10回のことですか。そうです、例の10回です。モーゼがシナイ山から持ち帰って砕いた石板ですよ。作り話だという人もいますが。日中学校行きましたか。いや私は。まあいいでしょう。イスラエル人たちはその破片をアークに収めてカナンに移り住み、アークをソロモンの神殿に安置しました。エルサレムです。ところが後年になり、そのアークが突然姿を消しました。どこへ。それを知っている者はいません。しかしエジプトのファラオが主爵王です。紀元前の980年頃にエルサレムを侵略した際、アークを発見してタニスに持ち帰り、秘密の部屋魂の井戸に隠したという説もある。秘密の部屋。ところがファラオがエジプトに戻ってから1年後にタニスの都は丸1年も続いた砂嵐のために砂漠に消滅してしまったんですな。神の怒りに触れたんでしょう。うん。我々の人生は間違ってなかったようですな。
あなたたちは実にタニスに詳しい。いや、僕たちよりレイブウッド教授の方が権威ですよ。彼は真剣に取り組み、異物もいくつか発見した。しかし残念ながら町は見つからなかったんです。アメリカ人のレイブンウッドがナチスの秘密通信に名を出すとは、これは疑ってかかるに十分ですな。いや、彼はナチスに加担していませんよ。じゃあナチスは彼に何の用だ。ナチスはラーの杖の冠を探していて、彼がそれを持ってると思ってるんでしょう。ラーの杖の冠とは一体何ですか。杖といってもこれぐらいのただの棒で、正確に知ってる者はいないんですが、それに王冠のような飾りがついてるんです。太陽の形をして水晶がはめ込んであります。タニスには町の模型を収めた秘密の部屋があって、そこにこの冠のついた杖を持ち込んでですね、特定の時間に特定の場所に立てると、太陽の光がそれを通して床のある場所を照らし出して、魂の移動を教えると言われています。そこに契約の箱、アークが隠してある。その通り、ナチスはそれを探してるんです。アークはどんな形なんだ。お噂は金々聞いてますよ、ジョーンズ博士。どうも。考古学の教授でオカルトの権威、それに何て言いますかな、貴重な古代遺物のコレクターだ。よくご存知ですな。まあどうぞ楽にしてくださいよ。ありがとう。あなたは実に多彩な方だ。シカゴ大学でレイブンウッド教授に師事なさったそうですな。ええ、そうですよ。教授は今どちらにいらっしゃいます。アジアに行かれたという噂ですけど、もう10年ほどお会いしてません。ちょっとその、意見の食い違いがありましてね。今日の要件は極秘事項なので、どうぞそのつもりで聞いていただきたい。いいですよ。実は昨日の午後、うちのヨーロッパ支部がドイツ軍のカイロ・ベルリン間の無線連絡を傍受しましてな。その前にちょっと、2年以上も前からナチスは特別考古学チームを編成し、世界中の宗教遺物を漁りまくっとるんです。ヒトラーがその道に入れ上げましてな、今やオカルトの亡者だ。現在その特別チームはカイロ郊外の砂漠で何かの古代遺跡を発掘中らしいんです。これがその情報なんですが、我々素人には何のことかさっぱりわからん。タニス開発進行中、ラーの杖の冠を入手せよ。アブナー・レイブンウッド US。 あいつだ、タニスを見つけたんだ。何ですかそのタニスっていうのは。それはです、タニスの町には失われたアークがあると言われています。失われたアーク。十戒を収めて運んだと言われている契約の箱ですよ。十戒とは例のモーゼの十戒のことですか。そうです、例の十戒です。モーゼが神の山から持ち帰って砕いた石板ですよ。作り話だという人もいますがね。日曜学校へは行きましたか。いや、私は。まあいいでしょう。イスラエル人たちはその破片をアークに収めてカナンに移り住み、アークをソロモンの神殿に安置しました。エルサレムです。ところが後年になり、そのアークが突然姿を消したんです。どこへ。それを知ってる者はいません。しかしエジプトのファラオがシシャックだ、紀元前の980年頃にエルサレムを侵略した際、アークを発見してタニスに持ち帰り、秘密の部屋、魂の井戸に隠したという説もある。秘密の部屋。ところがファラオがエジプトに戻ってから1年後に、タニスの都は丸1年も続いた砂嵐のために砂漠の下に消滅してしまったんですな。神の怒りに触れたんでしょう。我々の人生は間違ってなかったようですな。あなた方は実にタニスに詳しい。いや、僕たちよりレイブンウッドの方が権威ですよ。彼は真剣に取り組み、遺物もいくつか発見した。しかし残念ながら町は見つからなかったんです。アメリカ人のレイブンウッドがナチスの秘密通信に名を出すとは、これは疑ってかかるに十分ですな。いや、彼はナチスに加担してませんよ。じゃあナチスは彼に何の用がある。ナチスはラーの杖の冠を探していて、彼がそれを持ってると思ってるんでしょう。ラーの杖の冠とは一体何ですか。杖といってもこれぐらいのただの棒で、正確に知ってる者はいないんですが、それに王冠のような飾りがついてるんです。太陽の形をして水晶がはめ込んであります。
タリスには町の模型を収めた秘密の部屋があって、そこにこの冠のついた杖を持ち込んでですね、特定の時間に特定の場所に立てると太陽の光がそれを通して床のある場所を照らし出して魂の井戸の場所を教えると言われています。そこに契約の箱が隠してある。その通り、ナチスはそれを探してるんです。アークはどんな形なんだ。大噂は金がね聞いていますよ、ジョーンズ博士。どうも。考古学の教授でオカルトの権威、それに何て言いますかな、貴重な古代遺物のコレクターだ。よくご存知ですな。まあどうぞお楽に。どうも。ありがとう。あなたは実に多彩な方だ。シカゴ大学でレイブンウッド教授に指示なさったそうですな。ええ、そうですよ。教授は今どちらにいらっしゃいます。アジアに行かれたという噂ですけど、もう10年ほどお会いしていません。ちょっとその意見の食い違いがありまして。うん。今日の要件は極秘事項なので、どうぞそのつもりで聞いていただきたいんですが。いいですよ。ああ実は昨日の午後、うちのヨーロッパ支部がドイツ軍のカイロ・ベルリン間のとある電報を傍受しましてな。その前に2年以上も前からナチスは特別考古学チームを編成し、世界中の宗教遺物を漁りまくっとるんです。ヒトラーがその道に入れ上げましてな、今やオカルトの亡者だ。現在その特別チームはカイロ郊外の砂漠で何かの古代遺跡を発掘中らしいんです。これがその情報なんですが、我々素人には何のことかさっぱりわからん。タニス開発進行中、ラーの杖の冠を入手せよ、アブナ・レイブンウッド US。 あいつらタニスを見つけたんだ。何ですかそのタニスっていうのは。それはタニスの町には失われたアークがあると言われています。失われたアーク。10回を収めて運んだと言われている契約の箱ですよ。10回とは例のモーセの10回のことですか。そうです、例の10回です。モーセが神の山から持ち帰って砕いた石板ですよ。作り話だという人もいますがね。日曜学校で習ってない。いや私は。まあいいでしょう。イスラエル人たちはその破片をアークに収めてカナンに移り住み、アークをソロモンの神殿に安置しました。エルサレムです。ところが後年になり、そのアークが突然姿を消したんです。どこへ。それを知ってる者はいません。しかしエジプトのファラオがシシャクだ。ええ、紀元前の980年頃にエルサレムを侵略した際、アークを発見してタニスに持ち帰り、秘密の部屋、魂の井戸に隠したという説もある。秘密の部屋。ところがファラオがエジプトに戻ってから1年後に、タニスの都は丸1年も続いた砂嵐のために砂漠の下に消滅してしまったんですな。神の怒りに触れたんでしょう。我々の人選は間違っていなかったようですな。あなた方は実にタニスに詳しい。いや、僕たちよりレイブウッドの方が権威ですよ。彼は真剣に取り組み、遺物もいくつか発見した。しかし残念ながら町は見つからなかったんです。アメリカ人のレイブンウッドがナチスの秘密通信に名を出したとなると、彼は疑ってかかるに十分ですな。いや、彼はナチスに加担してませんよ。じゃあナチスは彼に何の用がある。ナチスはラーの杖の冠を探していて、彼がそれを持ってると思ってるんでしょう。ラーの杖の冠とは一体何ですか。杖といってもこれぐらいのただの棒で、正確に知ってる者はいないんですが、それに王冠のような飾りがついてるんです。太陽の形をして水晶がはめ込んであります。タニスには町の模型を収めた地図の間という部屋があって、そこにこの冠のついた杖を持ち込んでですね、特定の時間に特定の場所に立てると太陽の光がそれを通す、そして床のある場所を照らし出して魂の井戸の場所を教えると言われています。そこに契約の箱が隠してあるんだ。その通り、ナチスはそれを探してるんです。アークはどんな形なんだ。